ホトバルクルブディナモブクレシティは、ルーマニア・ブカレストを本拠地とする、サッカークラブチーム。リーガ1で18回、クパロムニエで13回、スーペル・クパロムニエで2回優勝しており、FC ・ステアウア・ブカレストと並んで、ルーマニアで最も成功を収めた2クラブの一つである。1948年に設立され、それ以来全てのシーズンをリーガ1で過ごしている。伝統的に、 ホームユニフォームは全身赤色であり、現在のエンブレムは1998年に修正された版である。1951年からブカレスト市内中心部にあるスタディオヌルディナモをホームスタジアムとしている。1983から84シーズンの UEFA チャンピオンズカップではベスト4となり、同大会で準決勝に進出した。 ルーマニア初のクラブとなった。最大のライバルはステアウアであり、両クラブの対戦はエテルヌルデルビーと呼ばれる。1948年5月14日、ウニレアトリコロールマイがチオカヌルブカレストと合併し、ディナモブカレストという名称の総合スポーツクラブが創設された。ウニレアトリコロールマイは1948年1月に設立されていた。 共産主義政権の庇護のもとにあったクラブである。ディナモブカレストもルーマニア共産党を象徴するスポーツクラブとなり、体制側のクラブという側面が常につきまとった。1947から48シーズンのリーグ戦が終わるまでは、チオカヌルがディナモ A、ウニレアトリコロールがディナモ B という扱いだったが、ウニレアトリコロールはシーズン終了後にリビジア B 降格となった。 両チームは、ディナモの A チーム、B チームとして共存していたが、1950年シーズン開幕時には、ディナモ A が、ディナモ B から分割され、ディナモ B はまず、ブラショブに、次にクルジュイコールナッポカに、結局は1958年に、バカウに移転し、FCM バカウとなった。1948年7月14日、ジドナイスと、初の国際試合を戦い、4から1で勝利した。 1948から49シーズンにはディナモという名称で初めてリーが1 2、参戦。コロマン、ブラウンボグダン監督がチームを率い、ティトゥス・オゾンなどの選手たちがプレーした。1948から49シーズン終了後にはアンジェロ・ニ・クレスクが現役引退。指導者に転身し、後にディナモやルーマニア代表の監督を務めている。1950年には ドゥミトル・ニコラが加入。1951年10月14日には、現在のディナモスタジアムがオープンし、ディナモロコモティ・バティ・ミショアラとの間で行われた、落成記念試合に1から0で勝利した。1951年シーズンから1953年シーズンまでの3シーズンはいずれも CCA ブカレストに次ぐ2位でシーズンを終えた。 1954年のクパロムニエでは決勝に進出したがメタルルレシサにニ0から2で敗れた。ニクレスク監督が率いた1955年シーズンにはアレグザンドレエネなどの攻撃陣による攻撃サッカーで強い印象を与えリーが1初優勝を飾った。守備陣にはバクト、スゾコ、カリノユなどがおりリーグ最小の19失点に抑えた。 1956から57シーズンには初めて UEFA チャンピオンズカップに出場。ルーマニアで初めて国際大会に出場したクラブとなった。予選ではガラタサライエスケート対戦。3万2千人の観客が詰めかけたホームでのファーストレグには3から1で勝利し、イスタンブールでのセカンドレグには1から2で敗れたものの、2試合合合計4から3で勝ち上がりを決めた。 一回戦では CDNA ソフィアと対戦し、2試合合計4から10で敗れて敗退した。1961から62シーズンのチームにはイリエド・トク、ステファン、ウングロユなどが在籍しており、ニク・ショルド・デュミトル・ネデレスク監督の下で2回目のリーグ優勝を飾った。1962から63シーズンにはリーグ戦に連覇を果たした。 1963から64シーズンには、クパロムニエで決勝に進出し、ライバルの FC ステアウアブカレストをこの3で下して2回目の優勝を飾った。UEFA チャンピオンズカップでは、アルフレッド・ディステファの要するレアル・マドリードと対戦。ブカレストのスタディオ・ヌルリア・マノリューで行われた試合には、スタジアム記録となる10万人もの観客を集めた。 1964から65シーズンの UEFA チャンピオンズカップではグランデインテルと呼ばれたインテルと対戦し、ルイス・スアレス、ジャチント・ファッケッティ、サンドロ・マッツォーラなどと対面したが、2試合合合計0から7で完敗した。同シーズンのリーグ戦では4連覇を果たした。1965年にはミルチアル・チェスクなどを獲得し、 UEFA チャンピオンズカップでは2シーズン連続でインテルと顔を合わせたが、ホームゲームでは2から1で勝利するなど前線した。1970から71シーズンには6回目のリーグ優勝を飾った。1971から72シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは1回戦で FC、スパルタクトルナバを下したが、2回戦でフェイエーノオルトに敗れた。 1972から73シーズンには FC、ウニベルシタテアクラヨーバなどを突き放し、7回目のリーグ優勝を果たした。1973から74シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは、1回戦でクルセーダーズ FC を2試合合合計12から0で破った。ホームで行われたセカンドレグでは11.3の勝利を記録し、同大会におけるクラブ史上最大。 得点差記録として現在も残っている。2回戦では、ハビエルイルレタなどを要するアトレティコ・マドリードと対戦し、2試合合計2から4で敗れた。1974から75シーズンは UEFA カップに出場し、1回戦でボルスポルを退けたが、2回戦で1、FC ケルンに2試合合合計3から4で敗れた。リーグ戦では8回目の優勝を果たし、 32得点をアげたドゥ・ゲオールゲスクがヨーロッパゴールデン州に輝いた。1976から77シーズンの UEFA カップでは1回戦でファビオ・カペッロなどが在籍していた AC ・ミランと対戦し2試合合計1から2と検討した。リーグ戦では9回目の優勝を果たし47得点を上げたゲオールゲスクが2度目のヨーロッパゴールデン州に輝いた。 1977から78シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは1回戦でアトレティコ・マドリードと対戦し、ホームで行われたファーストレグには2から1で勝利したが、アウェーでは0から2で敗れ、2試合合計2から3で敗退となった。1979から80シーズンの UEFA カップ1回戦ではあるキラル中、FC を2試合合合計12から0で下し、 2回戦では、ブルーのペッツァイなどが牽引したアイントラ派とフランクフルトと対戦。ファーストレグに2から0で勝利したが、セカンドレグに0から3で敗れて敗退した。1981から82シーズンの UEFA カップ1回戦では、レフスキ・ソフィアと対戦し、2試合合計4から2で勝利した。2回戦では17年ぶりにインテルと対戦し、 クラブ氏に残る勝利を挙げた。インテルには、アレッサンドロ・アルトベリ、ジュゼッペ・バレージ、ガブリエーレ・レオリアーリ、ヘルベルト・プロ・ハスカなどの名選手が在籍していたが、ミラノでのファーストレグは1-1の引き分けに持ち込み、ブカレストでのセカンドレグは、ロスタイムの得点により3から2で勝利。2試合合計4から3とし、西欧の競合を破って3回戦進出を決めた。3回戦では、 イフックヨーテボリと対戦し、後に優勝するクラブ相手に敗れた。同シーズンには10回目のリーグ優勝を飾った。1982から83シーズンには5シーズンぶりに UEFA チャンピオンズカップに出場し、予選と1回戦でボレーレンガホトバルと FK デュクラ、プラハを破ったが、2回戦でアストンビラ FC に敗れた。国内リーグでは2連覇を達成した。 1983年には国内リーグと国内カップでそれぞれ6回の優勝を果たしたコルネル・ディヌが引退。ディヌはルーマニア代表として75試合に出場し、ディナモでは通算454試合に出場した。1983から84シーズンには国内リーグ3連覇を果たし、欧州の舞台でも躍進を遂げた。 UEFA チャンピオンズカップでは1回戦で FC、空手士を破り、2回戦でハンブルガー SV と対戦。ハンブルガー SV は前回大会王者であり、ビリシュリッツやフェリックス・マガトなどを擁していた。ブカレストでのファーストレグには3から0で勝利し、セカンドレグは2から3で敗れたが、2試合合合計5から3で準々決勝に進出。 準決勝では FC ディナモ・ミンスクを2試合合計2の1で破り、ルーマニアのクラブとして初めて同大会の準決勝進出を決めた。準決勝ではヤンナッシュ擁するリバプール FC と対戦し、2試合合計1から3で敗れて敗退した。1984から85シーズンの同大会では1回戦でオモニアニコシアに勝利したが、ジャンティガーナや、 ベルナール・ラ・コンブが在籍していた FC ジロンダン、ボルドーに敗れた。1985から86シーズンのクパ、ロムニエでは、決勝でステアウアを1から0で破って優勝した。1985から86シーズンには18年ぶりに UEFA カップ・ウィーナーズカップに出場。1986から87シーズンには、 リーグ戦で44得点を挙げたロディオン・カマタルがヨーロッパゴールデン州に輝いた。1987から88シーズンのクパ、ロムニエ決勝ではステアウアと対戦したが、ステアウアの選手たちが判定への抗議の意味で試合途中にピッチを去ったため、ディナモにトロフィーが与えられた。しかし、 あとにルーマニアサッカー連盟は、ステアウアガニの位置で勝利したという裁定を下している。1989年12月のルーマニア革命後、ステアウアは、ディナモにトロフィーを返還する提案を行ったが、ディナモは、受け取ることを拒否した。1988から89シーズンの UEFA カップウィーナーズカップでは、ラハティとダンディーユナイテッド FC を下したが、 UC サンプドリアにアウェーゴール差で敗れた。1960年代から1970年代にディナモでプレーしたルチェスク監督が指揮を取った1989から90シーズンの UEFA カップウィナーズカップでは1回戦で KS ディナモティラナに2試合合計2-1で勝利し、2回戦でパナシナイコス FC に2試合合合計8から1で勝利し、 準々決勝ではミアトビッチをするパルチザン・ベェオグラードに2試合合計4-1で勝利、したが準決勝で RSC ・アンデルレヒトに2試合合計0-2で敗れた。同シーズンには13回目のリーグ優勝を果たし、クタロムニエでは決勝でステアウアを6から4で破って優勝。国内2冠を達成した。1990から91シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは1回戦で戦0とパトリックスアスレティック FC に勝利したが2回戦で FC ポルトに敗れた。1991から92シーズンの UEFA カップ1回戦ではルイスフィーゴ擁するスポルティング CP に勝利したが2回戦でジェノア CFC に敗れた。同シーズンのリーグ戦では34試合21勝13分で 無敗優勝を達成した。1990年代中盤には、国内でも国外でも低迷した。3シーズン連続で UEFA カップに出場したが、1993から94シーズンは、カリアリカルチョに、1994から95シーズンはトラブゾンスポルに、1995から96シーズンはレフスキソフィアに、いずれも、 予選1回戦で敗れた。この時期には、カタリン・ヒルダン、フローレンティン・ペトレ、コスミン・コントラなどが加入し、アドリアン・ミハルジアやジアにキリツァなどがいた、ルーマニア代表組からはフロリン・プルネアが離脱した。1998から99シーズンには、リーグ最高のプレーを見せるクラブと称賛されたが、タイトル争いでは FC ラピド・ブカレストに敗れた。 1990年代終盤には再び優勝争いに顔を見せるようになり暗黒期を脱した。ポリテフニから視線でのディナモサポーター1999年夏には主力選手の多くを売却し、1999から2000シーズンの UEFA カップ1回戦では SL ベンフィカと対戦し、エスタディオダルスでのファーストレグには1から0で勝利を収めたが、 ブカレストのセカンドレグには0-2で敗れて敗退した。しかし、リーグ戦では、アドリアン・ムトゥを要して8シーズンぶりの優勝を果たした。2000から01シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、予選2回戦で、ポロニア・ワルシャーに敗れ、リーグ戦もステアワに優勝をさらわれた。しかし2001から02シーズンにはタイトルを奪還した。同シーズンの UEFA カップでは、 予選で KS ディナモティララを破ったが、本戦1回戦でグラスホッパーチューリッヒに敗れた。2002年には再び多くの選手の売却を余儀なくされ、2002から03シーズンの成績に大きく影響した。中盤戦までは2位や3位につけていたが、7連敗を喫して9位まで落ち込んだこともあり、最終的には6位に終わった。UEFA チャンピオンズリーグでは、 予選2回戦でクラブブルッヘンに敗れた。クパロムニエでは準決勝で FC アストラプロイエシティを決勝でナチオナルブカレストを破り2シーズンぶり10回目の優勝を飾った。2003から04シーズンの UEFA カップ1回戦では FC シャフタールドネツクに勝利したが2回戦で FC スパルタクモスクワに敗れた。リーグ戦では ステアウアと熾烈な優勝争いを演じ、僅差で優勝を決めた。クパロムニエでは、決勝で FC をツェルルマラチを下して2連覇を果たした。2004から05シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグ予選3回戦では、マンチェスターユナイテッド FC と対戦し、2試合合合合計、1から5で敗れた。2005から06シーズンの UEFA カップ1回戦では、 エバートン FC を2試合合計5から2で下した。グループリーグでは、オリンピックマルセイユ、レフスキ、ソフィア、SC ヘイレンフェーン、PFC チェスカモスクワと同組となり、前回大会王者のチェスカモスクワに勝利したが、1勝1分2敗のグループ再開で敗退した。スタッドベロドロームで行われたマルセイユ戦では、ロスタイムにオクタビアン・チハジャがゴールネットを揺らしたが、 すでに試合終了の笛が鳴っていたとして、ゴールは認められなかった。2006から07シーズンの UEFA カップ、グループリーグでは、トッテナムホットスパー FC、バイエル・レバークーゼン、ベシクタシュ JK、クラブ・ブルフヘと同組となり、2勝1分け1敗の勝ち点4で、グループ2位となって、決勝トーナメント進出を果たした。久々に欧州カップ戦での年越しを果たしたが、 決勝トーナメント1回戦でベンフィカに敗れた。国内の舞台では前半戦を首位で終えると、その後も順調に勝ち点を伸ばし、4試合を残して18回目のリーグ優勝を果たした。最終的には2位に勝ち点13差をつけた。2006から07シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでマンチェスター優勝、チェルシー FC が優勝していたら、ディナモニ 同大会の本戦グループリーグ出場権が与えられたが、ミランが優勝したため、ディナモは予選を戦う羽目になった。予選3回戦では、SS ラツヨに敗れ、本戦出場権を逃した。2007から08シーズンは3回も監督が交代する激動のシーズンとなり、4位に終わった。2008年夏、ミルチア・レドニクが監督に復帰。 2008から09シーズンはリーグ優勝と UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得が目標でありシーズン前半戦を首位で終えたが最終的には3位に終わった2009から10シーズンの UEFA ヨーロッパリーグではプレーオフで FC スロバン・リベルツと対戦したホームで行われたファーストレグではスロバンが2から0とリードした88分にディナモノ サポーターがピッチ内に乱入したために試合が中断された。試合後、欧州サッカー連盟の管理規律委員会は、スロバンの3から0勝利という裁定を下した。1週間後にリベレツで行われたセカンドレグでは、アウェイのディナモが3から0で勝利し、延長戦でも決着がつかなかった。試合の行方は、PK 戦に持ち込まれたが、10人ずつが蹴った。 PK 戦に9から8で勝利したディナモが劇的な勝ち上がりを決めた。同シーズンのリーグ戦では6位という結果に終わった。2010から11シーズンのリーグ戦は6位に終わった。同シーズンのクパ・ロムニエでは決勝に進出したが、ステアウアとの決勝では、オーンゴールが決勝点となって敗れた。二千十一夏にはかつてディナモでプレーしたリビウ、チョボタリウ監督が就任し、 ガブリエル・トルジェがセリエのウディネーゼ・カルチョに移籍した。UEFA ヨーロッパリーグプレイオフでは FC、ボルスクラ・ポルタバに敗れたが、10節終了後には最多得点、最小失点で首位に位置した。年明けの時点でも CFR ・クルジュに勝ち点1差で首位に立っており、3月3日、ディナモのホームゲームとしては初めて、スタディオ・ヌル・ナチオナルで行われた。 ガスメタをメディア主戦にはニカラレーで勝利した。しかし、ディナムは春に大きく調子を落とし、34試合で勝ち点62の5位に終わった。クパロムニエでは決勝でラピドを破り、7年ぶりの優勝を飾った。2012年夏にはスーペルクパロムニエで CFR クルジュと対戦し、7年ぶり2度目の優勝を飾った。 ディナモスタジアムのメインゲートと特別に、重要試合はアレイな夏夜ならで行っているが、ホームスタジアムはスタディオヌルディナモである。1951年に建設され、ロコモティーバティミショアラ戦が初試合となった。完成当初は1万6000人収容だったが、立ち見区域への座席の設置などで1万5032人まで収容人数が減少した。 このスタジアムは大型複合施設の一部であり、ディナモ2と呼ばれる B チームが使用するスタディオヌルフロレア・ドゥ・ミトラチェ、体育館、プールなども内部に存在する。一般のスタジアムのように地上にスタンドを組み上げるのではなく地面を掘り起こしてスタンドを設置する方法で建設されたため、スタジアムはグロアパというニックネームで呼ばれている。ペルーサ・カタリン・ヒルダンと呼ばれる サポーターグループは北スタンドに陣取る。ルーマニアで最も人気のあるサッカークラブは FC ステアウアブカレストである。ディナモはサッカーファン全体の16.3%が応援しており FC ユニベルシタテアクラヨーバと並んでルーマニアで2番目に人気があるサッカークラブである。ディナモのファンはブカレストの北東部に多いが ブカレスト以外のルーマニア国内や国外にも多くのファンが存在する。ディナモノ・ウルトラスの起源は1995年にドラクーラやラムス・パンテリモンなどのグループが北側スタンドに現れたことによる。1996年、忠誠心の高い若者によってムオーバ・グアルディアというグループが組織され、ディナモのみならずルーマニアサッカー界全体で最も 大きなウルトラスとなった。2000年にカタリン・ヒルダンが死去すると、サポーターは北側スタンドをペルーサ・カタリン・ヒルダンと呼ぶようになった。サポーターの大部分は北側スタンドにジンドルが、南側スタンドに移転した派閥もある。クラブ創設以来、ディナモのクラブカラーは赤色と白色である。現在のエンブレムには、ルンベイラー兄弟と呼ばれる2匹の赤い犬が、 刻み込まれている。ホームでのステアウアセンディナモの最大のライバルは FC ステアウアブカレストであり、両クラブはルーマニアで最も大きな成功を収めている。両クラブの対戦はエテルヌルデルビーと呼ばれ、ルーマニア最大のダービーマッチである。ダービーの際には両クラブのサポーターがスタジアム内外で衝突する。1997年にスタディオネルゲンチェアで行われたダービーでは、 アウェイのディナモサポーターが、スタジアムの一区画に放火した事件が起こった。ステアウアの他には、FC ユニベルシタテアクラヨーバ、FC ラピドブカレストにもライバル意識を抱いている。FC ペトロルプロイエシティ、FC ファルルコンスタンザ、FC アルジェシュピテシティ、FC ポリテフニカティミショアラのファンは、ディナモをライバルとみなしているが、ディナモのファンは彼らに、特別な感情を抱いていない。ディナモは、 かつて、ルーマニア共産党を象徴するクラブだったことから、ルーマニアサッカー界の悪役的存在であり、ブカレスト以外の地域にもファンが多数存在する。下部組織は、年齢別に9のカテゴリーに分けられており、9歳から18歳までの選手約180人が所属している。すべてのカテゴリーは、ブカレストサッカー協会、または、ルーマニアサッカー連盟が管轄する大会に、 参加している。拠点組織としてディナモスポーツセンターがあり、センターの敷地内にはいくつものグラウンドがある。欧州カップ戦での記録中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ディナモで最も有名な監督はアンジェロ・ニクレスクである。ニクレスク監督は1955年の国内リーグ初優勝時の監督であり、 1964から65シーズンにもリーグ戦を制した。ニコライ・ニクソル・ドゥ・ミトル監督は、1961から62シーズン、1963から64シーズン、1970から71シーズン、1974から75シーズン、1982から83シーズン、1983から84シーズンの、 計6回の優勝を監督として経験しており、1983から84シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは準決勝に到達した。イオン・ヌンベイラー監督は1972から73シーズンと1976から77シーズンのリーグ優勝時の監督である。ミルチアルチェスク監督は5年間の在任期間中にクパ・ロムニエで2回、 国内リーグで1回優勝。1988から89シーズンの UEFA カップビーナーズカップでは準々決勝に進出し、1989から90シーズンの同大会では準決勝に進出した。選手としてディナモのレジェンドの地位にあるコルネル・ディヌは1996年と1998年に監督に就任し、 1999から2000シーズンに国内リーグを2000から01シーズンにクパロムニエを制した。1952年シーズンと1953年シーズンにリーグ得点王となった。秋春制で行われた1948から49シーズン以前や1957から58シーズン以降とは異なり、 1950年シーズンから1956年シーズンまでは、春秋制で行われた。1954年シーズンに得点王となった。1960年代に在籍したストライカーの、ゲオルゲエネ特別するために、アレグザンドレはエネ1、ゲオルゲはエネ2と呼ばれる、カタリンヒルダン兵団という意味であり、北スタンドの名称やサポーター全体の故障として、使用される。 カタリン・ヒルダンは24歳で死去したディナモの元選手。ヌンベラー家はルーマニアで有名なスポーツ一家であり、三男のイオン、四男のリカ、ムツオノラドがディナモとルーマニア代表それぞれでプレーしている。エターナルダービーと呼ばれるダービーは多くの国に存在する。ブルガリア、クロアチア、ギリシャ、マケドニア共和国、セルビア、スロベニアなどである。大会記録でもある。 ありがとうございます。